はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけども、不動産鑑定評価基準の2回目、価格の種類について解説いたします。まあ、価格については、1、2、3、4つありますので、ここをですね、頭に入れていただければと思います。試験でもよく問われる部分なんで、出た時にはこれは絶対解けるようにしておきましょう。で、まず、正常価格ですね。まあ、正常価格っていうのはもう簡単に言ったら一般的に取引されている価格と考えていただいて大丈夫です。現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる取引がされているところ、これいわゆる市場です。まあ、市場っていうのはもう私たちが通常売買をしているようなところ、不動産会社に行っていい物件ありますかって聞いて、で、あ、いい物件あった、買います。これが一般的な市場ですね。ここでの価格、まあ、これが正常価格です。一般的な不動産の取引価格と考えていただいて問題ございません。で、ちなみに、売り急いで安く売却したっていう場合もありますよね。こういった場合は含みません。オーナーさんが早く現金にしたいということで安く売却した、その時の価格っていうのは正常価格ではありません。まあ、ここだけは注意しておきましょう。で、続いて、限定価格ですね。限定価格っていうのは市場が限定された場合の価格なんです。つまり取引する人が限られている場合なんですね。例えば隣地を購入する場合、具体的には私が100平米の土地を持っていました、で、隣の土地20平米でしたといった場合、この20平米の土地って普通の人ってここの土地だけ買うってことあまりしないんですよね。20平米の土地を買ったとしても建物を建てることができない。でも私はこの100平米の土地の隣に20平米あって、これを買うことによって120平米の土地になるわけなんですよ。となってくると、この20平米のちっちゃい土地であったとしても私は購入する意味があるんですよね。より大きな建物を建てることができるわけなんで、こういった場合って市場が限定されてますよね。この20平米の土地の隣地の人しかこれ買わないんですよ、通常。そういった時の価格っていうのは、普通に市場に出して、その他の人が買う場合の価格よりももちろん高くなるわけなんですよね。こういった価格が限定価格です。あと、借地人が底地を購入する場合、借地権がついている土地っていうのはやはり安いんですよ。なぜかというと、その土地を買ったとしても、借地権が設定されているわけなので、買った人はその土地を自由に使うことができないわけなんですよね。なので、あまり需要がない。結果的に価格は安くなるんです。でも、借地権者、実際にもうその土地を借りて使っている人が、底地、所有権を買うといった場合、この場合っていうのはやはり意味があるわけですよ。借地じゃなくて所有権を取得できて、地代も払わなくていい。まあそういったメリットがあるわけですよね。土地も建物も自分のものになる。そうなってくると他の人よりもやっぱ高く買うわけですよ。この時の価格というのは借地権者が購入する価格ですよね。他の人が買う価格とはやっぱ違う価格になってくるんです。これが限定価格ですね。で、続いて特定価格。特定価格っていうのは市場性を有する不動産について法令等による社会要請を背景とする評価目的で行う価格。これちょっとややこしいんですけども、まず市場性を有する不動産っていうのは、普通に取引されている不動産と考えてください。普通に売買されている不動産。まあそのあたりにある不動産ですよ。実際不動産会社に行って物件見ますよね。そこで並んでいるような物件。これが市場性を有する不動産。で、これについて法令等による社会要請を背景とする評価目的で行う価格。これは法令等っていうのがキーワードなんです。法律に基づいて鑑定評価をするといった意味なんですけども、例えば民事再生法に基づいて売却する場合、ある会社が破産しました。その会社が不動産たくさん持っていました。破産したということは債権者たくさんいます。そうなってくると不動産を売却してその債権者の人たちに一部だけでも返済しなきゃいけない。で、その時この不動産というものを通常の価格にすると売れ行きが悪くなって、結果的に返済もできなくなる。返済がまた遅れるってなってくるんですよ。なので、早く売却するために、
ちょっと安くして売却したりする場合があるんですよね。そういった場合の価格、これが特定価格です。なんでキーワードは法令なんです。なんでよく問題文でも何々法に基づいてって書かれている場合は、これはもう特定価格と考えていただいて大丈夫です。で、続いて特殊価格、これは他の価格とは違って市場性を有しない不動産なんです。市場性を有しないってことは、普通には取引されないような不動産です。例えば文化財とか国宝とか、法隆寺買いたいです、金閣寺買いたいですって言ってもこれ買えないわけですよ。でもこれは文化財だったり国宝としての価値があるわけですよね。まあそういった価格です。そういった場合の価格、これが特殊価格になってきます。なので文化財とか国宝とか、まあ、そういった不動産の価格だと考えていただければ大丈夫です。で、今回4つお話したんですけども、これはよく試験でも問われる部分ですし、試験で問われたら絶対に得点しなければいけない部分なんで、ぜひですねこの4つ頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。